これもある決まった大竹の2点目長崎追加点65分。決めましたね。長崎が突き放します。まあ、ここでねちょっとこうバウンドさせてしまったのがね龍空にとってはというところではありましたけど、この畑選手が強かったですよね。頑張りましたね。はい、ここでね冷静に時間を置いて状況を把握して一番フリーな大竹選手を選んだというのがまず良かったことと、的確にこのムレットラップでシュートを打ちやすい左足に落としたと、あとは魂を込めた左足振り抜きましたけど、その魂がボールにこもってたのか、バラン選手なら止めれるのかなというシーンではあったんですけどね、はい、その魂が乗った分入ったのではないかなと思いますね。これカルバハルの前で一つバウンドしたことも大竹としては優位に働きましたね、はい、そうですね、まあ、ちょっとこう気候だったり